相原琴美は日本の女性声優、青森県出身、アトミックモンキー所属、アトミックモンキー声優、演技研究所、第7期生、ソーシャルゲームやアニメーションで活躍する。小学5年生の時にカードキャプター桜やハンターハンターを見て二次元の男の子になりたいと思い、少しずつ声優を目指すようになった。幼稚園の頃からその傾向があり、美少女戦士、 セーラームーンに登場する男の子っぽいキャラクターのセーラーウーラヌスのクッズを多く買ってもらっていた。地元の大学に通っていて声優を目指す勉強ができなかったが母親の勧めでオーディションを受けることを決め声部のオーディションで特別賞を受賞する。声優アワードの新人発掘オーディションの決勝に声部の枠で出場しアトミックモンキー声優演技研究所に 特別枠で通える資格を得る。養成所では講師の長沢美樹から指導を受ける。憧れの声優は小形恵美。小さい頃から声でキャラクターを好きになる癖があり、無意識にセーラーウラヌスなど小形が演じるキャラクターを好きになっている。また、新山志保にも同じくらい影響を受けている。地声が低く、女の子の役を演じるときは自信がなく構えてしまうが、 男の子の役は普段の声とリアクションで演じられる。趣味は歌うことで地元では歌がうまいと言われていた。アニソンも好きでよく林原めぐみの曲を歌っている。水木奈々の曲も好きで声優アワードの自己 PR ではスカーレットナイトを歌っている。トークが好き。裏表がなくちょっとしたことでも嘘がつけず顔に出るタイプ。早口言葉が得意。 ホラーゲームや推理ゲームが好きで、ミステリーとを繰り返しプレイしている。つむつむいや、テトリスなどのパズルゲームが得意。1990年代のアニメをこよなく愛しており、カードキャプターラや美少女戦士、セーラームーンセーラースターズが好き。ふとじはメインキャラクター。ありがとうございます。